はるみ客船ターミナルは東京都中央区はるみに所在する東京港のフェリーターミナルの一つ。1991年5月23日、東京港開港50周年を記念し東京の海の玄関として開業した。東京港不動株式会社が運営する。設計は竹山実る。1964年東京オリンピックを機に開設された。 鉄筋2階建ての晴海船客待合所を臨海部再開発事業の一環として建て替えて建設された。晴海不頭の南端に位置する。鉄筋コンクリート造り6階建て、延べ17,638平方メートル。屋上に展望台がある。また、敷地内に海上保安庁晴海信号所がある。毎年5月には、晴海客船ターミナルを メイン会場として東京港祭りが開催されている。これは1941年5月20日に国際貿易港として開港した東京港の開港記念日を祝して行われるものである。東京都立春海不動公園に隣接しテレビや映画のロケ地としても人気を博した。国際クルーズ路線に対応した出入国管理設備を備えている。 ただし、1993年に落成したレインボーブリッジより内側にあることからパナマックスサイズの大型クルーズ客船の寄港は不可能であり、客船が大型化する傾向から外国客船の寄港地としては横浜港にとって変わられた。当時の象徴的な大型客船であるクイーンエリザベス2が干長時にギリギリ通れる設計であったが、実際にケニが レインボーブリッジをくぐることはなかった。このため、2020年東京オリンピックパラリンピックに合わせて、江東区大見に新ターミナルとして、東京国際クルーズターミナルが建設されることとなり、将来的に本ターミナルは廃止が予定されている。施設を管理している東京都港湾局は2022年2月20日に本ターミナルを閉館し、 解体することを2021年12月27日に発表した。跡地は晴海不当公園の一部や代替の客船受け入れ施設に整備活用する予定としている。ありがとうございます。